方が平田さんってよくないですか？ね、シュッとなった方がいいです。シュッとなって欲しくないですよね。なって欲しくないの？欲しくないとか意見がある。そんな言われたら肉食べようかな。今ダイエットされてるというかな、まあ、あのそうですね、あの食事制限をします。あの、まあ、あの空気で太るタイプなんで。あの空気食べて太るんですよ。だからあのまずお腹すくまでは食べない、はい、でお腹がすいて僕結構気分が悪くなるんですよ。あの吐き気を催すというか、はい、究極にお腹が減った状態じゃなくて、ちょっとお腹が減っただけで吐き気がするんですよ。だから、はい、吐き気が来たらちょっとご飯食べて、はい、まあ5割6割ぐらいですね、ぐらい食べて、でまたお腹が気持ち悪くなったら本体食べていく。だから1日何食いとかを決めずに、うん、その究極の状態だったらちょっと食べていく。食べたい時にちょっと食べる、はい、っていうふうにします。それで、ちょっと痩せられました？まあ、痩せたわけないですね、はい、ただ、まあシーズンの時からいくと、はい、2キロぐらい、2キロ増なんですよ。はい、いつもやったら6キロぐらい取ってるんで、はい、だから全然いいと思います。シーズン中は好きなだけ食べられても、はい、そんなに変わらない。減っていきますね。減っているんですか、はい、シュッてなると気持ちいい。そうなんですよ。シュッてなると、まあ、夏場かな。シュッてなったらやっぱ動きにくいもんなんですか？いや、シュッてなったらシュッてなったらね、また、ね、はい、動きやすいんですけどね、はい、ただ野球で考えると、はい、走るだけのスポーツではない。バッティングも必要だし、はい、かといって体重を増やせば、ボールは飛ぶけど、シーズン1年間を通すと、膝に来たりというのがあるんで、なかなか難しいところなんですけど、まあ、そこは、うまい具合に、やれたらいいなと思います。それをやってこそプロみたいな。そうですね、そこがやっぱ本当にプロだと思います。ありがとうございます。ではですね、本日は本当にたくさんの方にお越しいただいております。